いやー、施設のケース来てよ。今回もスプラトゥーン2やっていきたいと思います。なんで簡単だろう。疲れているからかな。今回は、スプラシューター使っていきます。前作から。なかなか万能で使いやすいこのシューターを使って敵をなぎ倒していく。という回になったらいいなって感じ。いや、交戦距離になっていける。右から来ている。ああ、いうちか。まあ、2人倒して1落ちだったら悪くはない。その間に塗ってもらいます。味方に。味方もうちょい前に行って。ポイント5。真ん中のこの人に飛んで、真ん中では結構前に出てきているが、味方もそれなりに切る。横から、あーん。こっち側に逃げたが、右を気をつけて、右に、スピナーやな、あれは。スピナーはちょっときつい。スピナーはちょっと正面からは。で、カーリングやめろ。大量にカーリングを押し込んでくる。やめろ。あ、味方がやってくれたわ。じゃあその間にちょっと進みたいが、どこにおる敵。そこがちょっとこのスピナー使い切ったところで終わらせて、あ、それはいける。それはいいぞ。それは好きだらけ。問題なし。For the people by the people。 おっと、これは一旦逃げてからの距離を、ああ、死ぬ。死なない。俺は死なないぞ。俺は死ぬつもりか。俺は死ぬ。後ろから来ている。危ない。スプラシューターはあれだ、万能だ。以上。なんて説明が立つなんだろう。説明する余裕ないもん。だって僕説明する余裕もないもん。敵にこんなにやられていたら説明どころじゃないもん。無理。ああ、危なっ。よう避けた。今の意識したわけではありません。味方がやってくれた。ありがとう。グレーかな、味方の。ほんと万能なんですよ。ちょっとスペシャルが新しいスーパー着地になっとうけん、それに慣れる必要はあったんやけど、結構早い段階で使える武器だったし、そもそもの性能が前作と似たようなもんやもんな。このクイックボムでダメージ与えて、メインでとどめみたいな流れが強いわけで、追い込んできとるけど、これだけ距離があれば殺されずに済んで何よりあるな。あ、雨降らしきた。一旦こっちに対ししておく。ローラーに気をつけながらも距離を詰めて、ここに行こう。あ、ここで使う。吹き飛べ。吹き飛ばんかったらメインで進めて追い込め。ローラーを追い込む。この高さだったらこっちの方が有利。オッケー、いいぞ。死んでない。まだ死んでないですよ、皆さん。やっぱ安定感のある武器っていいよ。バランスがいいもん。プライムシューターという射程の長い武器もあるんやけどさ、あれは連射が低いけんさ、本当に距離取らんかったらちょっとやられやすい武器、あいつも倒しておきたい。あー、登れない。届け、この思い。まあ勝ったけんいいだろう。圧倒的じゃないか。見てこれ。言っとくけどさ、取り直しとかしてないからな。勝った試合だけ動画にしたりとかそういう話じゃないからな。すげえ。塗ってるし、キルしてるし、完璧。いいですね。見てこれ。調子最高 27.0 やぜ。どんだけ使い込んでるかわかるでしょ。いやさ、一番バランスいいよな、この武器がさ。ちょっとステータスが違う武器とかで色々あるんやけどさ、他に。例えば、N-ZAP85 だったっけ。そんな名前の武器がさ、連射は速いけど射程がちょっと短いみたいな。あれちゃうかったよ。まあ何にせよバランスがいいけんさ、一番使いやすくて一番使ってますって感じか。ちょっとステータスが偏っとったらさ、途端にちょっと使いにくかったりしてさ、俺はあんま好きじゃないんよ。これが一番手に馴染むとかいうか、初心者にもおすすめやけど、若葉シューターはあんまり強くない感じがするんで、こっち使ってます的な感じ。若葉シューターはバランスはいいと思うけど、これは前に寄ってからの、もうこいつをさっきキル取っておくぐらいにしたけど、にゅーっ、死ぬ、危ない。死ぬって先のだととりあえず切れるな。もう節系の法則やこれ。死ぬって言いながら叫びながら、あ、やばい、死ぬ、本当に死ぬ、アホみたいに叫んでる。緊張迷惑にならないだろうか。大丈夫だろうが。味方が1人になっている。早く駆けつけたいけど、これはジャンプで飛んだら危ないな。あ、味方もやるね。1キル取っていれば。味方の1キルがここ。ちょっと敵に追いかけられる途中なんじゃないかな。だけにジャンプはやめておく。スーパージャンプはやめておく。敵がこっち側におるけん、こういう感じでグレー殴って、追い込む感じで、向こう側に渡ったら、じゃあ下がろう。あー、チャージャーがおるで、目の前に。死ぬ！追いかけてきおった。が、その敵がこっちに来たってことは、味方が前に出るチャンスがあるけん、その味方にかけて、この前の味方にジャンプ！リスクは伴うけど、いい感じでつきました。で、チャージャーがおるけど、こっちにもシューターがおるな、これ。あー、シューターに狙われてるやん、味方。気をつけろよ、後ろぐらい。そこに一人おるか。うわ、やばいやばい。あー、いかんところに落ちた。一番ダメなところに落ちた。これで紛らわす。あ、倒した。キルまでは狙えんと思ったけど、倒した。危な。このスーパー着地が結構強いんよな。あ、おっと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 、実況させろよ、解説させろよ。ちょっとそんなに狙われちゃ解説どころじゃないもん。スーパー蛇口がさ、正直さ、もう使うこと前提で動いてないんやけどさ、いざって時に発動したら強い感じの武器なんよな。ぶっちゃけ使わん試合もある。全部があー、死ぬ。危ない危ない。全部使う試合ではないよな。その敵が範囲内に追って使ったらキルできるかなぐらいの感じで使ってます。やばいな。ちょっと押され気味ではないだろうかと。チャージャーが後ろからも来ている。こいつは倒せる。オッケー、俺の距離だ。味方がこっちからやられてますが、入れ替わる形でこっちに寄って、あ、危ない。これはちょっと危なかったが、俺の勝ち。できればこのチャージャーも潰したい。潰した。で、潰した後、こっちから来るやつをできるだけ処理して、最後にスーパー着地で塗る。どうだ、もうむちゃくちゃな喋り方をしているぞ俺は。どっちが勝った？ウィーナー。見て、実況なのにこれと言ってさ、慌てふためいてさ、これと言った喋り方はしてないけど、それなりに勝ってるからいいってことにしといてくれ。ぶっちゃけスプラシューターに対してのさ、感想とか解説とかそういうの全くしないと思うけどね。とりあえずさ、調子最高 2.8 っていう28っていう数字があるのと、今の2試合を見てもらって、この武器は強いってことを証明したってことで、そういう動画にしてほしいね。そういうわけで最後の試合だ。むちゃくちゃだろ。もうそういうむちゃくちゃなスタイルでもう実況していくよ。だってスプラシューターシンプルゆえにさ、特に説明することがないような気がする。もうみんな知ってるような武器な気がする。だから解説なんかしないよ。どうしても知りたければ武器を見ろ。で、結構いろんなことが載っているぞ。実際のところはね、こういう富士坊スポーツクラブみたいな高低差はあれども、それなりに若干平坦気味なステージにこそこの武器は強い。なんて言ったって射程がね、やっぱスプラトゥーンは射程が命だと俺は思っております。より相手よりも遠くの距離からダメージを与えるっていう、そういう武器がやっぱ強いと思うんよな俺は。その上で自分の使いやすい武器っていうのが一番強いでしょう。いいですね、牽制。あ、ドラカン。特にこのステージはそういう色が強い。あれはアーマーが消えてからN-ZAP85 これよ。確かスプラシューターと同じ射程を持ちながら、ちょっとステータスに差がある感じ。こっちもそれなりに使いやすいと思うよ。連射が速い分ちょっと近距離で強いかな。クロスファイヤー。あー、チャージャーに狙われていった。チャージャーには気をつけよう。ここで飛ぼう。味方、近くの味方やけど、ここにそれ普通に走った方が早かったなこれ。残念ながら普通に走った方が早かったパターンだよこれは。チャージャーに狙われている。危ない。何この毒、ちょっと見たことない。これはあんま見たことないわ。敵はお、ここか、これか。よっしゃ、射程の利です、これも。死ぬ。あ、おっと、やばい。味方助けて。俺こっから出られんよ、やった。ああ、あれはなくなるまでこの壁に隠れさせてもらおう。ざまあみろだぜ。裏遣いっていうやつだね。あー、危ない。これは死ね。ああ、味方が先倒した。無駄遣い。俺も無駄遣い。さあ、塗る方、塗る量は相手の方が多いけど、どっちかって言ったら数のリーでこっちが押してきとるかなぐらいの感じであってほしい。その幻想をぶち壊す。それは飛んで最後これで決められない。やばい、死ぬ、本当に死ぬ。ああ、味方助かります。本当に死ぬって叫んだ時は大体死なないよ、俺です。なんでこった。俺はヒーロー優位か。お前を殺すと言っても死なないタイプのやつか。負けてられん。こっから巻き返す。全国のスプラシューターファンの皆さんに俺のこの武器が強いってことをお前、あールパンか。ルパン三世が入ったったらそりゃダメやわな。しょうがないわな。味方が右側から、おお、2キル取ってるよ。いけるぞ、巻き返せる。あと20秒だったらこの2キルはでかい。襲いかける敵陣地。そしてこのチャージャーを抑え込むことができればこっちもキル取られない。あ、死ぬ。危ない。ナイス。味方助かった。やるなお前。そしての勝ち。これは勝ちました。勝ちです。皆さんどうですか。皆さんなんというかね、トーク的に面白くない動画になったかもしれませんが、まあ、万能な武器ってことで、まあ、シンプルに戦ってみました。腕前次第でね、万能に戦える武器なんで、みんなも極めてみてくださいっていう、そういう紹介にしとこう。そういう動画にしとこう、皆さん。次の動画から何の武器を使おうかなっていうリクエストが欲しいです。正直、リクエストがないとさ、何の武器使って動画で出そうかをちょっと迷うんです。お願いします。リクエストください。お願いします。